大谷が見せた態度は全く理解できない。今やメジャーリーグの顔とも言える存在となった二刀流の大谷翔平選手。いくらメジャー屈指の実力者であっても、マウンドではミスを起こしてしまうこともあります。そんな時、大谷選手がマウンドで見せる謝罪について、理解できない行動だと物議を醸していることをご存知でしょうか。批判されても大谷選手が常識破りの行動に出るのには深い意味があったのです。そこで今回は、メジャーの常識を覆す大谷選手ならではの行動の理由と、海外ファンや有識者の本音をご紹介していきます。全米を驚かせた掟破りの行動。以前、大谷選手がアスレチックス戦に先発登板した時のこと。この試合、大谷選手は7回途中までを3安打3失点に抑える力投を見せていましたが、試合中盤で予期せぬハプニングが起こります。3回のマウンドで、大谷選手がマーク・カナ選手に対して投げた渾身のストレートは失投となり、カナ選手の顔面付近を通過。激怒したカナ選手とアスレチックスベンチからは、カモン、ショーと大谷選手に対する怒りの声が。そのまま両軍ベンチが飛び出す乱闘騒ぎに発展してしまいました。さらに、6回のアスレチックスの攻撃で、大谷選手はカナ選手と再び対戦。あろうことか、今度はカナ選手の背中に大谷選手のストレートが直撃しました。大谷選手は、マウンドに膝と手をついて崩れ落ちます。2打席続けて厳しい内角攻めを行った上に、最終的にはデッドボールを与えてしまい、がっくりの様子。ところがカナ選手は、何事もなかったかのようにポーカーフェイスで一塁へ向かいました。大谷選手は右腕を塁上のカナ選手に向かって顔をしかめつつ、右手を向けて謝罪の気持ちを示します。カナ選手も、大丈夫だよと言わんばかりの笑顔でうなずき返しました。その後のインタビューでも、問題ない、彼は真剣に勝負している、謝る必要なんてないさと大谷選手をフォロー。大谷選手とカナ選手の一連の行動に対して、中継局 BS ウエストのサットンアナウンサーは、かなりクールですね、お互いのやり取りで対はないと意思表示していますと感心。 MLB のアナリストのライアン・スペイダー氏も、本当に大谷は心から尊敬すべきやつだなと紳士的な対応を見せた大谷選手を称えました。大谷選手としては、自分のミスで相手打者にデッドボールを当ててしまったことを謝っただけで、いつも通りの立ち振る舞いでした。他にも、大谷選手が見せた対応が物議を醸したことがありました。マウンドで謝罪を示す大谷翔平。2023年シーズンの大谷選手は、 WBC 直後にもかかわらず開幕投手に抜擢され、その後も投打での活躍を披露。そんな大谷選手が相手打者にデッドボールを与えた直後の行動について、ファンやメディアからさまざまな意見が飛び交い、大きな注目を集めています。4月5日敵地 T モバイルパークで行われたマリナーズ戦に先発登板した大谷選手。今シーズン2度目のマウンドとなった大谷選手でしたが、この日の投球は大荒れでした。6イニングを投げて8奪三振を奪ったものの、制球が定まらずに与えた四死球はまさかの6つ。ついには3回ツーアウト1塁の場面で、マリナーズの5番打者テオスカー・ヘルナンデス選手にデッドボールを与えてしまいます。敵地ファンは大谷選手に大ブーイング。ヘルナンデス選手は、あまりの痛さにしばらく動けません。痛みに耐えながら一塁へ向かったヘルナンデス選手でしたが、なぜか大谷選手に笑顔で視線を送ります。一体何があったのと解説席も驚きを隠せません。実はデッドボールを与えた瞬間に天を仰いだ大谷選手は、すぐさま帽子のつばをつかんで謝罪。さらに、本当にすまないと言わんばかりの仕草で、激痛に耐えるヘルナンデス選手を気遣っていたのです。そして、大谷選手の感情のこもった謝罪に対して、ヘルナンデス選手は、気にするなと胸に手を当てて笑顔で返しました。大谷選手が見せた相手選手をリスペクトする行動に、真っ先に謝った翔平の行動は本当に紳士的だ。大谷がわざと死球を与えることは絶対にないよ。お互いにリスペクトを示した2人はいい関係を築けていると、ファンからは支持の声が高まります。マリナーズ地元紙シアトルタイムズの記者も、大谷が即座にヘルナンデスに向けて謝罪した、死球は故意ではなかったことを意味するものだったと伝えて、大谷選手の謝罪対応に注目。
敵同士でありながらもリスペクトの気持ちは絶対に忘れない大谷選手の行動を称賛しました。デッドボールを当てられたヘルナンデス選手はその時何を感じていたのでしょうか。大谷選手はベンチに戻ろうとするヘルナンデスとすれ違いざまにも申し訳ないと言葉を発したとのこと。翔平はいい男だよ。わざとじゃないのは分かっている。謝る必要なんてないよ。ヘルナンデス選手は敵味方関係なくグラウンド上のすべての人に敬意を示す大谷選手の行動を絶賛。一見良い話としか思えませんが、一体なぜ大谷選手の行動はアメリカ中で話題になったのでしょうか。実はメジャーリーグでは投手はデッドボールを与えても他者に謝罪してはいけないといった暗黙のルールが存在します。そしてこの打者に謝罪する行為は掟破りの行動として捉えられているのです。日本人選手を悩ませるメジャー独自のルール。メジャーリーグではルールブックには書かれていないが守らなければならないアンリトンルールが存在します。投手はデッドボールを与えた際に謝ってはいけない。大差がついた試合で勝っているチームは3ボール0ストライクから打ってはいけない。大差がついた試合で勝っているチームは盗塁をしてはならない。これらのルールは有名ですから一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。アンリトンルールはお互いの選手を尊重するための決まり事としてメジャーリーグで古くから根付いているルール。日本のプロ野球とメジャーリーグは生い立ちが異なりますから考え方にも差が生まれてしまったのでしょう。投手がデッドボールを謝罪しない理由は真剣勝負を挑んで厳しいコースに投げた結果打者に当ててしまったのだから悪くないといった解釈をしているから。逆に投手はデッドボールを誤ってしまったらおいわざと当てたのかと意図的な行為として疑われて相手から報復を受けることとなります。過去にメジャーリーグに挑戦した日本人選手はたびたびアンリトンルールに苦戦を強いられました。2019年3月のオープン戦でマリナーズの菊池雄星選手がロイヤルズのブレッド・フィリップス選手の頭部に死球を与えた直後に脱帽したことが問題になっています。菊池選手としては自身の流儀で帽子を取って謝罪の気持ちを伝えたかったようですがメジャー関係者からは意図的にぶつけたわけではないので謝る必要はないと指摘されてしまいました。そもそもメジャーリーグでは帽子を取って謝罪する習慣がありません。ではなぜ大谷選手の謝罪する仕草は称賛されているのでしょうか。その答えは大谷選手の打席で見せる振る舞いにありました。打席での振る舞いも一流だった。二刀流の大谷選手は投手としてデッドボールを与えてしまう一方で打者としては相手投手からデッドボールをぶつけられる可能性があります。今シーズン4月24日のアスレチックス戦では打者大谷選手の対応が素晴らしいと話題になりました。3番 DH で出場した大谷選手の第1打席内角高めへの直球が大谷選手を襲います。うわぁと絶叫しながら間一髪で避けた大谷選手。アスレチックスの投手ケン・ワンディチク選手の失投はあと少しで大谷選手のヘルメットを直撃するところでした。大谷選手を襲った危険な一球にスタンドは総立ちでブーイング。ところが大谷選手は大丈夫だよと両手を上げるポーズでエンゼルスベンチやスタンドにアピールしブーイングを沈めました。打者でありながら投手の気持ちも理解している大谷選手にしかできない対応。ファンからは大丈夫だからブーイングしないでとジェスチャーする翔平がかっこよすぎる。彼は本当に紳士的だ。信じられないくらい人間ができすぎていると大谷選手の対応を支持する声が寄せられます。打席でも決して不機嫌な態度や仕草を見せることがない大谷選手。対戦相手や野球ファン審判やメジャー関係者にまでリスペクトの心を忘れない大谷選手をどのメジャー球団も偉大なメジャーリーガーと認めているのでしょう。紳士的な大谷選手の対応はアンリトンルールを無視しているのではとも捉えることができますが誰も口出しをすることがありません。かねてより日本人選手を悩ませてきたアンリトンルールやメジャー独自の文化を大谷選手は変えてしまったと言えますね。本当にどこまでもスケールの違う大谷選手には驚かされます。大谷選手からデッドボールを当てられた経験のあるカージナルスのポール・ゴールドシュミット選手はデッドボールを与えた投手が打者に謝る日本球界の文化を絶賛しています。日本の新しい文化を学べることは楽しいことだ。同じ野球だけど
少しだけ違うところもある。私自身日本野球に興味を持っているし、翔平やダルビッシュら素晴らしい日本人選手がいる。私は WBC でプレーした日本の選手や NPB をリスペクトしているんだ。ゴールドシュミット選手もマウンドの大谷選手からごめんなさいと謝罪された時は初めての出来事に驚いたそうです。2022年にはナショナルリーグ MVP に輝き、 WBC ではアメリカ代表に選出されたスター選手からも支持される日本の文化。大谷選手の紳士的な行動はメジャーリーグにおける野球の在り方を見直すきっかけになっていると言えるでしょう。大谷選手がマウンドや打席で見せる振る舞いについてあなたはどう思いますか？紳士的でかっこよいと思う方は紳士的と一言、その他に意見をお持ちの方はご意見を一言コメント欄にご回答ください。今回の話題について面白いと感じた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回他では見られないような熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。